この動画をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。2021年第一発目の動画はここ静岡県伊豆の国市にございます道の駅伊豆のへそからお送りいたします。これから静岡県三島市にあります三島大社へと初詣に行ってきます。まあ三島までの交通手段はいろいろあるかとは思うんですけども、今回は密を避けるということもありまして、ご覧の自転車で行くことにします。相も変わらず喋りは下手くそではありますけども、これにこれいることなくお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。まずは三島の市街地を目指すことにしましょう。道の駅伊豆のへそから1時間30分ほどかけまして三島大社にやってきました。正月三が日ということもありまして、人出はそれなりにあるみたいですねと言いたいところですけども、コロナの影響でしょうか、若干少ない気がします。あんま長居するわけにはいかないので、早いところ参拝しましょうか。まあ今年はコロナ禍ということもありまして一方通行になっているはずなんですけども、どうなんでしょうかね。僕は一応牛年生まれなんですけども、何年生まれかはご想像にお任せします。本殿近くまで来たんですけども、ご覧の通りの状況ですので早いところ参拝しましょう。参拝も済んだことですし、さっさと境内を出ましょうか。
島大社を後にする前にせっかくですから福太郎をいただきましょう。本当は三島の街中でお昼にしたかったんですけども、今日は1月2日ということで空いてる店が限られちゃいますんで、ここは帰りながら考えることにしましょう。三島大社を後にしてひとまず道の駅伊豆ゲートウェイ観波へ向かいましょう。強風の中、道の駅伊豆ゲートウェイ観波に到着しました。タリーズ前のサイクルラックに自転車を止めたんですけども、僕以外誰も止めてる人はいないみたいですね。まあ正直なところ、三島大社で食べた福太郎では心もとないですので、ここでお昼ご飯にしましょう。お昼も食べたし、お茶もしばいたし、もうそろそろ伊豆の国へ戻ることにしましょう。遅い昼食を兼ねた休憩を終えたところで、あとは伊豆の国市へ帰還することにしましょう。
別の場所に寄ることも考えたのですが、結局道の駅伊豆のへそに戻ることにしました。まあなんだかんだ言いながらも道の駅伊豆のへそまで戻ってきました。今回は自転車で三嶋大社へ初詣に行ってきたんですけども、正直言って風との戦いでした。去年はコロナ禍などいろいろありまして、思うように動画は出せてませんでした。まあ新年の抱負ってわけじゃありませんけども、今年はなるべく動画を出していくよう努めていきますので、よろしくお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。